こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出をやってるとですね、必要になる確定申告。この確定申告で使う売上、それと、経費がいくらかかったか、それを Amazon の一覧で出す方法です。まずセラーセントラルですね、レポート、そこのペイメントをクリックします。次に、データレンジレポートをクリックして、そして、ジェネレートデータレンジレポートをクリックします。そうするとね、サマリーとトランザクションとあって、それから任意で日付が選べます。で、ここにですね、1月1日2015年、12月31日2015年と書いて、この黄色いボタンを押すと、一覧がダウンロードできます。これサマリーとトランザクション両方作ってください。で、出力されたものの見方とかですね、その辺はまた、できたものを、アップしていただければ、見方を解説させていただきます。何しろ、ね、申告しとかないと、あとあとまずいことになりますんで、確定申告の方は、必ず行ってください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。